は止めは、松本清張の短編小説。週刊朝日1967年1月6日号から2月24日号に、黒の様式第一話として連載され、1967年8月に短編集、黒の様式収録の一作として、公文社から刊行された。1976年1983年に、テレビドラマ化されている。鶴江理子の姉。 すめこは、T 大をトップクラスの成績で卒業した、エリート、畑島信夫に嫁いだ。しかしその翌年に、すめこは死んだ。生産狩りを服用した自殺とのことであった。エリコは、畑島信夫を見かけると、姉の自殺を思い出し、なんと話に、具合が悪かった。エリコの家は、荒れていた。一人息子、京太は、いよいよ凶暴になってきた。 大学受験が近づいているものの、部屋にはヌード写真が散乱し、精液の匂いが立ち込めていた。成績は休加校し、旗島のように T 大に合格できるとはとても思えなかった。留守中の京太が心配ながら親戚の結婚式のため、夫、吉尾と長野県の田舎に行ったエリコは自分を見つめる不気味な男の視線に気づく。エリコに聞かれた吉尾は、その男、 川田中さんの病的性欲の話をするが、目下変態性欲は、母親のある手段で、歯止めがかけられているというのだった。地獄に陥りつつある我が家の風景が重なり、気の遠くなるエリコ。しかし同時に、死ぬ前の姉のイヘミヤ、旗、島の夫とその義母、織りの微妙な関係を思い出していた。改めて事情を調べるエリコの前に、 畑島屋の地獄風景が浮かび上がる。1976年1月5日から1月30日まで、日本テレビ系列の愛のサスペンス劇場は区にて、全20回の連続ドラマとして放映。松本清張の歯止め。1983年4月5日、日本テレビ系列の火曜サスペンス劇場は区にて放映。視聴率18.1%。 ありがとうございます。